こんにちは、気づき書店のヨナさんです。今回ご紹介する本は現代経営学の父と言われるピーター・ドラッカーのプロフェッショナルの条件です。突然ですが、同じ仕事をしているのに自分よりも圧倒的に成果を出す人がいたり、1ヶ月で別人のように成長している人がいたり、皆さんの周りにはあの人はプロフェッショナルだなと感じる人がいらっしゃるのではないでしょうか。本書にはドラッカーの経験と研究から仕事で成果を上げている人の特徴や、成長のためには何を大切にしたら良いか、成長するための方法が記されています。本日はプロフェッショナルの条件からドラッカーの人生を変えた7つの経験にフォーカスしてご紹介いたします。それでは行きましょう。ドラッカーは18歳で高校を卒業した後、生まれ故郷のウィーンを出てドイツのハンブルクで綿製品の商社の見習いになります。しかしドラッカーのお父さんはそのことを喜びませんでした。ドラッカーの家系は代々学者、官僚、弁護士、医師だったので、ドラッカーも大学に入り弁学に専念することを期待されていたのです。一応お父さんの手前、ハンブルクの大学に入りますが、授業に出なくても良い大学だったため、朝の7時半から夕方の4時までと土曜日の昼までは商社の見習いとして働きます。つまりそれ以外の時間は自由時間だったため、友人とハンブルク郊外の美しい丘をハイキングしたり、大学生の立場を利用してユースホテルに無料で泊まっていたりしたそうです。さあ、ここから7つの経験のうち1つ目に入っていきましょう。1、目標とビジョンを持って行動する。今申し上げた通り、自由な時間が多かったドラッカーは週1でオペラも聴きに行っていました。そこで作曲家ヴェルディが作ったファルスタッフに衝撃を受けます。ドラッカーがヴェルディについて調べてみると、ファルスタッフを作ったのはなんとヴェルディが80歳の時だったそうです。当時の平均寿命が50歳そこそこだった頃の80歳はとても珍しい存在です。しかもヴェルディは18歳の時から音楽家として名を挙げていました。そしてワーグナーと肩を並べるほどの大作曲家として世間から認知されていたのです。なぜ80歳という年齢で並外れた曲を生み出すために大変な仕事に取り組んだのかと質問を受けたヴェルディは、いつも失敗してきた、だからもう一度挑戦する必要があったと答えたそうです。ヴェルディの言葉を聞いたドラッカーはさらに衝撃を受け、私はこの言葉を忘れたことがない、それは心に消すことのできない彫刻となったと語っています。この経験からドラッカーは目標とビジョンを持って自分の道を歩き続けることの重要性を学びます。世間からは成功者と言われていても、そこで満足せずに自分のビジョンを貫いたヴェルディの生き方が一人の青年の人生を大きく動かしました。2、誰も見ていなくても神様は見ている。ドラッカーはヴェルディのファルスタッフを聞いた時と同じくして、ギリシャの彫刻家フェイディアスのエピソードと出会います。紀元前440年頃、フェイディアスはパルテノンの部屋に立つ彫刻群を完成させます。彫刻の完成後、フェイディアスはアテネに請求書を提出しました。しかしアテネの会計担当は、彫刻の背中は見えない、誰も見えない部分まで掘るのは意味がないと言って支払いを拒みました。それに対してフェイディアスは、そんなことはない、神々が見ていると答えたのです。ドラッカーはフェイディアスのエピソードから、誰の目にも触れず神様しか見ていなくても完全を求めていかなければならないということを学びます。3、一つのことに集中する。ドラッカーは20歳の頃からフランクフルト最大の新聞社で金融と外交を担当する記者として働き始めます。有能な記者になるために様々な知識を身につけることを決心し、朝6時に働き始め、最終版が印刷に回される午後2時15分に仕事を終え、残りの時間を使って勉強を始めました。国際関係や国際法、歴史、金融について学びを深めていったそうですが、一度に様々なことを学ぼうとすると全部が中途半端になってしまうので、期間を決めて一つのことに集中して勉強していたそうです。ドラッカーは一つのことに集中して学ぶ方法を60年以上にわたって続けました。ドラッカーが新しい知識やアプローチ方法を身につけられたのは、一つのことに集中して勉強したからであると語っています。4、定期的に振り返る。新聞社の編集長はドラッカーを含む若いスタッフを熱心に指導しました。毎週末、一人一人と差し向かいで1週間の仕事ぶりについて話し合ったそうです。今でいうワンオンワンですね。そして半年ごとにこれまで取り組んできた仕事とこれから半年間の仕事を話し合いました。そこでは集中すべきことは何か、改善すべきことは何か、勉強すべきことは何かを編集長と一緒に話し合い決めていたそうです。ドラッカーは新聞社を離れた後も毎年夏になると2週間ほど自由な時間を作り、それまでの1年を反省し計画を立て続けていました。5、新しい仕事で求められていることを考える。ドラッカーは新聞記者の後、大手保険会社の証券アナリストを1年経験し、
当時急速に成長していた投資銀行に移ります。投資銀行での仕事は共同経営者の補佐役を務めることでした。しかしそこで事件が起こります。ある時創設者がドラッカーを呼びつけて、保険会社の証券アナリストとしてよくやっていたことは聞いている、しかし証券アナリストをやりたいのならそのまま保険会社にいればよかったのではないか、今君は補佐役だ、ところが相も変わらずやっているのは証券アナリストの仕事だ、今の仕事で成果を上げるためには一体何をしなければならないと思っているのかと言ったのです。ドラッカーはこの経験から新しい仕事を始めるために、新しい仕事で成果を上げるためには何をしなければならないかを考えなければならないと学びました。そしてこの経験からこんな問題点を見つけます。ある仕事で結果を出した人が昇進して、その人が新しい仕事を任された後、成功する人はあまりいないということです。今まで有能だった人がなぜ急に凡人になってしまうのか、その理由は新しい仕事を任されても前の仕事で成功していたこと、昇進をもたらしてくれたことをやり続けようとするからだそうです。例えば優秀な営業マンだった人がチームを率いるリーダーになっても部下に仕事を任せず全部自分でやってしまい、部下が育たず組織の成果が大きくならないのはまさにこの典型ですよね。ドラッカーは新しい仕事で成功する上で必要なことは知識や才能ではなく、新しい仕事が求めているものを把握することだと言っています。6、期待する効果を書き留める。ドラッカーは新しい勉強のテーマとして15世紀から16世紀にかけてのヨーロッパの勉強を始めました。ドラッカーはそこでヨーロッパで力を持つようになった南ヨーロッパを中心とするイエスズ会と北ヨーロッパを中心とするカルバン派の2つの機関が全く同じ方法で成長したことを知ったのです。その方法とは、何か重要な決定をする際にその期待する効果を書き留めておくことでした。そして一定期間が経った後、実際の結果と書き留めた期待を見比べていたそうです。そのおかげで自分は何がよくできるか、何が強みかを知ることができ、また何を学ばなければならないのか、どのような癖を直さなければならないのかを確認することができました。ドラッカーはこの方法を取り入れ50年以上にわたり続けていました。7、人からどんなことで覚えてもらいたいか。いよいよ最後のポイントです。ドラッカーが40代の頃、ドラッカーの父親と父親の友人である経済学者シュンペーターとの会話を耳にします。ドラッカーの父はシュンペーターに、自分が何によって知られたいか今でも考えることはあるかねと問いかけます。というのはシュンペーターは若い頃ヨーロッパ一の美人を愛人にし、ヨーロッパ一の馬術家として、そしておそらくは世界一の経済学者として知られたいと言っていたからです。その質問に対するシュンペーターの答えは、昔とは考えが変わった、今は優秀な学生を一流の経済学者に育てた教師として知られたい、理論で名を残すだけでは満足できなくなった、人を変えることができなかったら何も変えたことにはならないからというものでした。ドラッカーはこの会話から次の3つのことを学びます。人は何によって知られたいかを自問自答しなくてはならない、その答えは年を取るごとに変わっていかなければならない、本当に知られるに値することは人を素晴らしい人に変えることである、人からどんなことで覚えてもらいたいかを考えることは自分が挑戦する道を決めることです。今自分が取り組んでいることは社会や周りの人たちにどんな影響を与えるのかを考えてみましょう。はい、ここまでドラッカーの7つの経験をご紹介しました。そしてドラッカーは長年の経験から成果を上げてきた人すべてがドラッカーと同じようなことをどこかで学んでいることに気がついたそうです。本書では今回ご紹介した7つの経験をさらに掘り下げたエピソードや実践するためのヒントが記されています。気になった方はぜひ読んでみてください。気づき書店ではビジネスマンの皆様の生活を豊かにする最高の書籍を厳選してお届けしています。少しでも役に立つと感じた方はチャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。